子どもたちの夏休みもあとわずか。宿題は終わりましたか？さて、今回のラインナップはこちら。まずは、そんな子どもたちが目を輝かせた話題です。7月30日火曜日、北勢線夏休み親子ツアーズが開催され、沿線市町から19組の親子が参加しました。これは北勢線事業運営協議会が北勢線の活性化と利用促進を目的に毎年開催している人気イベントです。はじめに桐蔭駅では自動改札機の見学がありました。改札機の仕組みのほか、期限が切れた切符や裏返しに入れるとどうなるかなど、実際に切符を入れながら詳しく解説され、普段見られない改札機の中身を熱心に眺めていました。また指令室の見学もあり、現在運行している電車の位置の確認や運行状況を図に示したダイヤグラムの役割などが説明され、どの参加者も興味深い様子で眺めていました。続いて実際の車両に乗り込み向かったのは、車両の整備などを行っている北大社車両区です。車内では実際に車両を洗車する様子を見学したほか、車掌になりきって車内アナウンスを体験しました。ご乗車ありがとうございます。この電車は西桑名行きです。このほか車庫では車両の見学をしました。こちらでは国内でも珍しい車両と車両を台車でつないでいる連接台車やブレーキの仕組み、また車両上部からは電気を取り入れるためのパンタグラフも見学した皆さん。初めて参加した親子は、間近で貴重な体験ができ、夏のいい思い出ができました、今度ゆっくり乗って楽しみたいですと話していました。北勢線事業運営協議会では、イベントを通して北勢線をより好きになってもらえるよう今後も続けていきたいということです。代わって、子どもたちが一生懸命捕まえた話題です。8月2日金曜日、いなべ町大泉にあるいなべひまわり保育園でマスつかみ体験が行われました。自然の中での体験を通して、子どもたちの考える力や豊かな心を育む野外保育に取り組んでいるいなべひまわり保育園と、桑名市にある桑名ひまわり保育園では、体験活動や食育の一環として、毎年この時期にマスつかみ体験を実施しています。体長25センチほどのニジマス100匹がプールに放たれると、両保育園の1歳児から5歳児まで36人が早速プールに入り、ニジマスを捕まえていきました。何日も前からこの日を楽しみにしていたという園児たち。はじめは水中を素早く泳ぐニジマスに戸惑っていましたが、徐々に慣れ、先生とも協力してずぶ濡れになりながら捕まえる姿が見られました。先生によると、こういった体験の中で普段見せないような表情や園児たちが協力する姿が見られ、成長を感じられる場にもなっているそうです。すべてのニジマスを捕まえた後は、先生が炭火で焼いて調理し、早速各クラスに分かれて焼きたてを味わいました。大きなニジマスを丸ごと食べるのは初めてという子が多く、中には自分で捕まえたからとても美味しいし、また体験してみたいと話す子も見られました。いなべひまわり保育園の近藤美幸園長は、食の大切さや命をいただくことへの感謝の気持ちを子どもたちに感覚的に感じてもらえたら嬉しいです、これからも自然と関われるこのような機会を設けていきたいですと話していました。続いて、とっても可愛い作品ができた話題です。8月3日土曜日、いなべ老人福祉センターでキャラカゴ作りが行われました。
これはいなべ子ども活動支援センターが運営している子ども夢教室の夏のオープンスクールの一つで、午前と午後の2部に分かれて幼児から小学6年生までのおよそ50人が参加しました。講師は毎年この教室を開講している野口津也子さん。まずは手芸用クラフトバンドで同じ大きさの輪を作っていくよう皆さんに説明していました。初心者でも綺麗な形の作品が作れるよう16個作った輪っかを縦紐に交互に編み込んでいく輪編みで完成を目指します。白熊か犬のどちらか好みのキャラカゴを作る皆さん、少しずつ進んでいく子どもの作業を見守っていたお母さんは、娘が工作にとても興味があるので申し込みました。段階に合わせて優しく教えてもらえるので楽しみながら頑張っているようですと話していました。また小学4年生の女の子は、最初は苦労したけどだんだん分かってきたら編むのが面白いです。可愛い大きめのカゴなので完成したらよくなくしてしまうものを入れますと話していました。最初に作った輪っかのつなぎ目の部分をうまく縦紐に隠していくのがきれいに仕上げるコツと教わり、配られた目や鼻、手などのパーツをボンドでつければ完成です。講師の野口さんは、最初は難しいと手が止まる子もいますが、最後まで諦めないことの大切さを自然に伝えられるので本当にやりがいがあります。コツをつかむと徐々に楽しくなり、完成するとみんな笑顔があふれるので嬉しいですと話していました。完成。ここからはいなべの自然見っけ隊のコーナーです。今回はこの時期に咲く花を紹介します。あそこに咲いてますね、白い花。この植物はですね、ヘクソカズラと言います。ここにでも生えますね。葉っぱをちぎってもらうとちょっといい匂いがします。別名でヤイト花とかサオトメ花とかあるんですけど、ヤイトっていうのはお灸のことです。花の形がちょっとお灸に似ている。でサオトメは田植えする女性のことっていうんですけど、かぶってる傘、帽子に見立てて、これが鬼所の雄花が咲いてるオス株になるんですけど、地下に芋ができるんですけど、まあ、ものすごく苦いらしいんですよ。これが鬼所のメス株の方ですね。なので実ができています。で、6枚あるのがこれ花ですね。で鬼所によく似た山の芋っていう、まだ別の植物があるんですけど、この葉っぱがですね、山の芋って呼ばれる植物の葉っぱです。同じハート型なんですけど、鬼所の方はまあ幅広いハート型で、山の芋の方はちょっと細長いハート型をしてますね。これはエビズルっていうツル植物です。オス株とメス株があって、これはオス株ですね。おしべいっぱいついてるんで、これがエビズルのメス株の方ですね。一個一個が雌花、ちっちゃい花が集まってるんですよ。なのでここに実がある。で、この葉っぱの裏がですね、こういう褐色、もしくは白色の場合もあるんですが、こういう毛で覆われてるっていうのがまあ特徴ですね。これは隠れ実のという木です。これ一個一個が花が、このお星形のね、花が綺麗ですよね。比較的暖かい地域の林とかによく生えてるんですけど、庭木とか、あとは公園とかにもよく植えられてますね。ということで、いろんな花紹介しました。皆さんのお家の周りにもありますので、探してみてください。またね。変わりやすいお天気ですね。どうぞお気をつけください。それでは失礼いたします。